こんにちは。8月15日水曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けしたいと思います。今回はですね、アボガドの法則に続いてコミュニケーションの重要な法則として、ソフの法則をお伝えいたしております。ソフの法則ですね。私たちは、コミュニケーションが言葉でなされていると勘違いしています。調べによりますと、私たちは7割はボディーランゲージ、顔の表情とかですね、手つきや目つきとかですね、そういったもの 70% はですね、ノンバーバルという言い方しますが、言葉以外の表情でコミュニケーションをとっていると言われております。まず最初にですね、ファーストインプレッションでいい感じを与えなければ、会話は続きません。睨んだりですね、陰険な表情を表に出したらですね、コミュニケーションは続きません。このシリーズではですね、6つのレターを取り出してですね、ソフナーというんですけれども、ソフの法則というのをお話ししてますが、そのソフナー6つのですね、注意すべきレターはですね、総括しますと、1はですね、スマイルです。スマイル、笑顔を持ってですね、当たることです。スタートの時点で第一印象が悪ければですね、後の会話は続きません。第一印象のスマイルはとても重要です。まずは6つのソフナーやの第1号はスマイルです。2つ目はですね、オープンポスチャーというんですけれども、腕組みをしたりですね、足組みをしたり、口をですね、バツの字に締めてたりしないでですね、全体的に、自然に開くということです。手はですね、自然に開いておけば、ビジュアルハンドというですね、手を使って、お話をすることができます。表情をつけることができます。3つ目はですね、フォワードリーンというんですけれども、何か頼むときは、お話するときは前かがみになって近寄っていくということです。4つ目はタッチですね。まあ、アイコンタクトもタッチのうちに入るでしょうが、握手などタッチです。5つ目はですね、アイコンタクトの重要性です。最後はですね、ノット、相手のお話に対して適宜相槌を打つということです。この6つのですね、ソフナーをきちっと使いこなすことが名コミュニケーターになるための要件になります。今日はですね、ソフンの法則について全体像を振り返りました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。